はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回は設定から飛行まで の動画をアップさせていただきました。前回ですね、GPS の関係かだと思うんですけども、うまく設定ができませんのでしたので、ちょっと屋外の方でですねやって、アクティベーションを取りました。で、いろいろ試した結果ですけども、その説明書通りは通りなんですけども、ちょっとこの日本語訳がですねうまくこう僕の方で理解できなくてですね、結局のところですね、英語を直訳してですね、直訳というか英語の画面を見てですね、そちらの方でそのイメージを掴んでですね、設定してするってことで飛ばせるようになりました。まずは後方を向かして回転させて、それからあと前の部分を下にして360度回転させます。そしてコントローラーの方で次のアクションを取ってですね、そうするとですね飛ばすことができます。たまたま目の前に来ましたんで、手で掴んでですね危ないですんで、下の方を掴んでですね、でこれで飛ばせるような準備ができました。さて飛ばしていきます。アクションカメラで定点カメラとして使いまして、大きな画面で映っているのがドローンの画面になります。一応ですね、設定はですね SD カードで撮っているんですけども、フルハイビジョンで撮っています。かなり広い駐車場まで来ましたので、ちょっと自由にですね、ちょっといやどのぐらいの上昇ができるかとか、そういうのを試したかったので、この駐車場を選びました。やはりですね、アクションカメラの方で映ってるところからもう離れて映っちゃってますので、かなり上昇してくれてます、この日はたまたまだったのか分かりませんけども、車がほとんど止まってなくて、売店とかまだ営業時間前でしたので、止まってどなたもいらっしゃらなく、鍵もかかってまして、あと自販機とトイレがあったぐらいですんでね、かなり大きな駐車場で、助かりました。アクションカメラの方の画面にですね、低空飛行のところの時にはここちゃんと映ってますね。ちっちゃく映ってますね。もう何分初めてでしたので、上下はいいんですけども、左右前後左右に動かす時にちょっと難儀をしました。風はですね、あんまり風が気にならないぐらいでしたね。アマゾンの方の評価ですね、ホバリングが安定してるっていうような書き込みがありましたので、それを信じてですね、今回トイカメラではなくて14歳以上しか使えないような、そういうちょっとタイプ的には200グラムは切ってますけども、その中でも比較的性能が高いと思われるような機種を購入しましたので、トイドローンも良かったんですけども、6000円とか7000円とかで手に入りますので、風にかなり弱いとなりますと、何かこう動画撮影 その素材として使うにはちょっと無理があるのかなということで、とりあえず最初からですね、ちょっと
奮発してしまいました。画質もかなりいいと思いますので、これで練習してしばらく使っていこうと思います。今日はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。また動画上げますのでよろしくお願いします。マイクでした。